岩見沢競馬場付近の空中写真、1976年撮影の2枚を合成作成、国土交通省国土画像情報をもとに、作成岩見沢競馬場は、北海道岩見沢市にあった地方競馬の競馬場である、1889年、岩見沢村競馬さんに競馬場を造成し、翌1891年9月15日に、 最点法の競馬として万縁競争が行われている。その後、空地地方では岩見沢の他に深川、栗沢、さらに1927年の地方、競馬規則交付では市長館内一箇所に限定されたため岩見沢の市場となり施設拡充。同年から地方競馬として空地畜産組合の主催に引き継がれ、九百四十年から百四十四年に、 かけては、群馬資源保護法により単連馬競争が行われた。現在の萩園の緑地の位置にあった、家畜市場を中心に、専人技術員2名を配置し、競争場の調教等を行っていた。戦後いち早く採点予協競馬協賛会を結成し、1946年9月には、アメリカ騎兵第7師団の将兵 E ン競馬大会を、岩見沢市と根別で開催した。 同年10月の地方競馬法により、空千葉筆組合が試行認可を受け、1947年5月22日、地方競馬法による初の地方競馬が行われる。同年6月には、中央馬次会による連合競馬が道内で唯一行われ、同年11月2日、3日には、北海道馬筆組合連合会による初の万栄公式競争が行われている。 翌1948年 GHQ により、馬匹組合は戦時統制団体として解散させられ、万栄競馬は旧模様となるが、競馬法改正により、都道府県が万栄競馬の主催者とされる。北海道は存続に前向きではなかったが、地元関係者の熱意により、翌年岩見沢万栄競馬が再開。1949年に家畜市場は廃止され、施設は 駒が大競馬場2.2条東13丁目で北海間専用水路が湾曲しているのはこの競馬場のコーナーの形態を残しているものである。1951年6月には新競馬法一部改正により競馬場の所在する市区町村にも開催権が与えられることになり、1953年朝日川、帯広、北見と共に市営競馬を開催。 1962年からは、平地競争を同栄、万栄競馬を支援として一本化。1965年に離婚別から移転し、市街地を一望する丘陵地である日の出町に設置。1972年には城内に乗馬クラブも設置された。1989年3月11日、支援競馬を運営する北見、帯広、朝日川、岩見沢四市で、 北海道市営競馬組合を設立。しかし売り上げの伸び悩みによる赤字運営から北海道競馬が1997年に撤退。市営の万営競馬も2006年度限りで撤退したため2006年10月2日の開催をもって休止された。これに伴い上馬クラブも2007年廃止された。休止後は岩見沢競馬場での場外発売、払い戻し業務は 一切行われず、その後スタンドなどの施設はすべて解体された。競馬の歴史も参照ここでは休止当時の状況を記す。ここでは1997年まで開催していた北海道競馬で記録されたサラ系の競争におけるレコードタイムを記載する。なお、バンエイ競馬はレコードタイム制度を採用していない。バレエは新表記載用前のため、 不見出しも含めすべて旧憩期で記載している。参考資料、レコードタイムルーム現在、一部が市民農園として貸し出されている。今後は乗馬場、ホーストレッキングコース、食事の森、お花見広場、スポーツ広場、ドックランクロスカントリーコースなどを6つのゾーンに分けて整備し、災害時には避難用地としても、転用可能な施設とする方向で調整が進められ、 早ければ2014年度にも着工する予定となっていた。しかし、大規模公共施設の建て替え工事などが相次いだことなど、財政上の理由から凍結状態となっており、今なお着工には至っていない。また、跡地内を通る形で、東17丁目通りの延長計画が事業化された。供用開始は2019年度を予定している。 USAR249 から145、国土地理院ホームページ、地図、空中写真閲覧サービス、バンエイ、ドラフトレースナンバー5北海道市営競馬協議会、開放。2014年4月10日閲覧、ABCDEF、コース紹介。バンエイ競馬オフィシャルホームページ。2006年6月16日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2016年3月17日閲覧。岩見沢市が競馬場跡地利用計画まとめる、多場場エリアやサッカー場 E、検診ニュース北海道建設新聞社。岩見沢市オフィシャルサイト平成28年度、予算重点分野の取り組み41ページ。ありがとうございます。